安倍川餅安倍川餅は和菓子の一種で静岡県静岡市の名物。本来は突き立ての餅にきな粉をまぶし、その上から白砂糖をかけたものである。現在ではきな粉をまぶしたものとこしあんを絡めたものの2種類を一皿に盛ったものが一般的である。静岡以外では単に安倍川とも呼ばれる。江戸時代初期、安倍川岸で徳川家康が 茶店に立ち寄ったところ、そこの店主がきなこを、安倍川上流で採れる砂金に見立て、突き立ての餅にまぶし、安倍川の金な粉米と称して献上した。家康はこれを大層喜び、安倍川にちなんで安倍川餅と名付けたという伝承がある。実際は、江戸時代の日本では珍しかった、白砂糖を使っていることから有名になり東海道、府中塾の名物となった。 東海道中日ざくり芸には、五分鳥として登場する。徳川吉宗も、安倍川餅が好物だったようで、駿河出身の家臣に作らせたりしている。昔ながらの安倍川餅は、旧東海道の安倍川橋の東側で製造、販売している、茶店風の店が三軒ある。きな粉、あずきあんの安倍川餅のほか、わさび醤油をつけて食べる、辛味餅もある。また、 お土産用のものが市内の何軒かの菓子店で製造されていて、静岡駅などで購入できる。一方、お盆に安倍川餅を仏前に備え食べる風習のある山梨県などでは、きなこと黒蜜をかける。スーパーやは菓子屋等でも、この時期に販売されるものは、きなこと黒蜜のものであり、きなこと、白社等のものは、 見かけることはなく、安倍川餅とは言っても静岡市内で売られているものとは違う。また、餅の形も基本的に角餅である。この風習から派生した土産菓子が信玄餅である。突き立ての餅や湯通しして柔らかくした餅にきな粉をまぶし、その上から白砂糖をかけ、小豆あんを絡めた餅と一緒に盛る。2020年6月19日。 府中塾名物安倍川餅として、府中塾と共に、文化庁の文化財保護制度、日本遺産のストーリー、日本書、旅ブームを起こした、八ジさん北さん、寸州の旅から滑稽本と、浮世絵が描く東海道旅のガイドブックの、厚生文化財の一つに認定された。ありがとうございます。